MLB パドレス0 8ドジャース10月9日日本時間10月10日映像大谷豪快スイング後にフリーズ謎の動き10月9日日本時間10月10日2米カリフォルニア州サンディエゴにあるペトコパークで行われたサンディエゴパドレス対ロサンゼルスドジャースの一戦でドジャース大谷翔平が見せた豪快スイング直後のユニークなリアクションが野球ファンの間で注目を集めている ボレードジャース5点リードの6回表ドジャースの攻撃。西一塁の場面で打席に立った1番。大谷はカウント2月2日からの6球目、真ん中やや内寄りに甘く入った変化球を見逃さずにフルスイング。すると打球は快音を残してライトのポール際に向かって鋭く伸びる長打性のライナーに。すると大谷は打席から出ることなくそのまま打球の行方を眺め、 やがて打球がポールサイ付近へと差し掛かると、今度は首を傾けて覗き込むような仕草を見せながら佇むことに。その後、わずかに切れてファウルとなると、大谷は何とも渋い表情を見せながら、再び次の投球に備えることとなった。こうした大谷の豪快スイング直後のリアクションに、ネット上の野球ファンからは何が起きた。いきなりどうした ?W、おもろいな W、ほっこりするわ。 押しすぎる、もうちょっと。プロゴルファー谷 W、大谷さんって変な動きとか変顔するような W、といった様々な反響が巻き起こっている。ABEMA、スポーツチャンネル。